海上保安庁大型巡視船巡航型弓張りが、いよいよ就役するとの情報を入手しました。今回は、この大型巡視船巡航型弓張りを中心に、尖閣や南西諸島警護について詳しく深掘りしていきますね。レールガン搭載すればいいけど、尖閣諸島での中国海峡局の動きが徐々にエスカレートしている、現実とフィリピンでの行動を見ると、日本にも、あの態度と行動を仕掛けてくると感じています。石原さんが尖閣を購入していれば違った現実が今あるでしょう。ガンの暴走でこのざまになるとは残念です。日本の海上保安庁では、今年2023年2月に浸水を果たしていた総トン数で、6000トン超級の巡航型巡視船の3番艦である弓張りが、この2023年11月30日に就役を迎えることの正式発表を行った。巡航型巡視船は、ヘリコプターを2機搭載する形式の大型巡視船としては、最新鋭の艦級であり、ネームシップであり、1番艦である巡航は、2020年2月、2名番艦の朝凪は、2023年7月にすでに就役済みである。1番艦である、巡航の建造費はおよそ172億円とされており、総トン数で6742トン、全長が約 140.0 メートル、全幅が 16.5 メートルの艦体を持ち、海上自衛隊の最新鋭のもが、身型護衛艦とさほど変わらない規模艦とも言える。海上保安庁では、巡航型の前に、同様に、6000トン超級の大型巡視船として、四季島型、秋津島型、黎明型を就役させているが、これらは、基本構造に軍艦形式を採用しており、建造費用は高額であった。これ対して巡航型では、その基本構造は、民間の商船をベースとした形式が採用されており、建造費用の圧縮によって、ある程度の数を揃えることと、それによる南西諸島方面での対応力の強化の両面への対処が基とされている。南西諸島方面の警備体制の強化といえば、まず、真っ先に、尖閣諸島周辺海域への中国海峡局の船舶の侵入の状態化が頭に浮かぶと思われるが、尖閣諸島を管轄区域としているのは、海上保安庁の中でも第11管区海所保安本部である。これに対して、巡航型は、今回の3番艦である弓張りも含め、3隻すべてが第10管区海所保安本部に配属されることとなっており、中国と対峙する最前線たる第11管区海所保安本部を強力にバックアップする配置だと考えられる。尖閣諸島を管轄区域とする第11管区海所保安本部には、同諸島専従の警備体制が、2016年2月、総トン数は、1700トンの1000トン型国先型巡視船10隻を集中配備する形を構築しており、小回りが利き、かつ、ある程度の長期連続出動にも耐える体制を敷いている。これら国先型巡視船に比して、はるかに、船体の規模で、大型な6000トン超級の巡航型巡視船等は、万が一の大きな非常事態の発生時にも、同時複数に対処することと、連続の出動時間が長時間に及ぶことを想定している。そのため、今回の弓張りも含め、巡航型の3隻と、四季島型の四季島1隻、レ、2名型の黎明と暁の2隻の合計6隻の6000トン超級の大型船が、第10管区海所保安本部に配属されることとなっているのだろう。第10管区海所保安本部は、都道府県で言えば熊本、宮崎、鹿児島にまたがり、海で言えば、東シナ海、八代海、太平洋、フィリピン海の一部にまたがる広大な区域を管轄下としており、南シナ海に通じる日本の交易路に直結している。昨今は、中国は、南シナ海の大半を自国の領域だとする主張を、実力をもって誇示する姿勢を強めており、フィリピンとの対立や、アメリカ軍機に対する同海域、及び、その上空での威嚇行動を富に激化させてきている。何しろ、中国は、今年2023年に国内で発表した地図に、これら南シナ海やインドと係争中の山岳地域を自国領だと表記する動きを見せており、こうした姿勢を今後も強めることはあっても、弱めることはほとんど期待できない。そうした現状を踏まえた場合、
海上自衛隊はもちろん、海上保安庁の強化も、日本にとっては喫緊の課題であり、話し合いによる平和的な交渉は継続しつつも、残念ながら、万が一の衝突への備えを怠ることはできなだろう。さて、今回の弓張りに話を戻せば、総トン数 6742 トン、全長約 140.0 メートル、全幅 16.5 メートルであることは前述した通りだが、機関部には4機のディーゼル機関を備える CODAD 方式が採用されている。この機関部の構成によって、弓張りは最大出力で 36,000 馬力を発生させ、最大速力は25ノット以上を発揮。その艦尾には、回転翼機用の飛行甲板と格納庫を備え、2機の回転翼機を運用することが可能となっている。弓張りを含む巡航型巡視船においては、搭載する回転翼機は、現エアバスヘリコプターズ社製のユーロコプター、EC-225 シュペルピューマ MK-II タスが採用されており、これは大型の輸送、汎用回転翼機である。ユーロコプター、EC-225 シュペルピューマ MK-II タスは、操縦者を含む3名の乗務員以外に、最大で24名もの搭乗者を収容できるスペースが確保されており、物資の輸送から救助任務にまで、幅広いよ。II タスは、陸上自衛隊でも4機が調達されているが、その用途は特別輸送任務に限定されており、皇族、総理大臣並びに、海外からの重要人物の移動の際に使用される機体となっている。今回の弓張りを含め、6000トン超級の大型巡視船6隻が第10管区海所保安本部に配備されることは前述したが、残りのこれらの大型巡視船は、秋津島が第3管区、2名型3番艦の朝月が第11管区に配備されている。こうした中で、今は第10管区海所保安本部に配備されている四季島が最も慣例の進んだ船舶であり、1992年4月に就役、総トン数は7175トン、全長は 150.0 メートル、全幅は 16.5 メートルと、海上保安庁で最大規模の巡視船である。四季島は、建造開始の時点では、世界の巡視船の中で、最も巨大な船舶であったが、現状では、中国海峡局の船舶2隻がこれを上回っているとはいえ、それでも、世界で、有数の大きさを誇る巡視船であることは間違いない。1990年に寄港された四季島であるが、これほど、巨大な巡視船が海上保安庁向けに建造された理由は、日本が行ってきた原子力発電所の運用を担うためという、その当時の政治的な情勢から生み出されたものだった。日本が自国の原子力発電所を稼働させた結果、そこで発生した使用済みの核燃料は、イギリス及びフランスの処理工場に送られ保管されていたが、年々増加するその使用済みの核燃料を再利用する手法が行われることとなった。そのために、イギリス・フランス両国に保管されていた使用済みの核燃料を、再度日本へと輸送する必要が生じ、その輸送には、万が一の強奪等のトラブルを防止するため、フランス海軍やアメリカ海軍の軍艦が警備を行うなどの対策がなされた。こうした状況下で、
ひとしの日本は、使用済みの核燃料の輸送に伴う警備任務を自前で行う必要に迫られ、従来の巡視船をはるかにしのぐ航続距離と監視機器を完備した船舶を建造することを決め、その結果、四季島が建造された。四季島は、1992年4月の就役の後、同年11月に実施されたフランスからの使用済みの核燃料の輸送に伴う警備に従事し、その任務を全うしたが、この1回限りで、その後は、使用済みの核燃料の輸送自体が行われなくなった。そのため、四季島は、大型巡視船として、通常の海上保安庁での任務に従事することとなり、今に至るが、就役から、30音に城が経過した2023年現在では、かなり老朽化が進行しており、今後晴れ、2名型の4番艦で代替される方向となっている。新たな戦闘機の開発、日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出しました。アメリカのロッキード・マーティン社との共同開発が固いと目されていた点を覆し、大気な変化を見せた日本。今回は、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部の開発について詳しく見てみましょう。IHI 社の高い技術力で、国産の機関部の完成に期待。2022年も最後の月を迎えた12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表しました。日本とイギリスでは、2021年の末には、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うことが決まっており、2022年の初めより、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社において実証実験を始動。2022年2月には、次期戦闘機用のレーダセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していました。したがって、今回の日本とイギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表と言っていいでしょう。この GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されます。この2年ほどで急速に強化された日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係ですが、これまでのアメリカのロッキード・マーティン社が開発技術のサポートという形で関わるのが当然だという動きに区切りをつけた形となりました。太平洋戦争での敗北後、自衛隊が装備する戦闘機などの軍備につながる産業分野において、アメリカ製の機体を製作に応じて日本の企業が調達するといった形で制御され、航空機の開発技術も大きく後退することになりました。今回の次期戦闘機開発は、現在、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、そもそも F2 戦闘機開発の段階では、国産機を開発する計画でしたが、当時、エンジン部の製造が技術的に困難で、三菱重工業者を主としながらも、アメリカとの共同開発となり、F2 開発当時は、日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間において、政治的な問題から、
アメリカの F16 ファイティングファルコンをベースとすることが求められ、国産化が果たせませんでした。その F16 戦闘機ファイティングファルコンの各部において、胴体を延長し、主力の大型化など機体の大型化が行われたほか、日本の最新電子技術も盛り込まれ、大掛かりな変更が加えられ、必要な追艦攻撃能力が強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核である制御部分の情報が日本に公開されなかったため、後の状況の変化による日本での自由な仕様変更を行うことはできませんでした。そこで、F2 戦闘機開発の経験をもとに、その後継機開発に際しては、日本の三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発の主導権を有することを前提として進めてきたのです。もちろん、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていましたが、これまでのようにシステムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況で、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのではないでしょうか。そこで、次期戦闘機開発において、戦後初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し開発、配備が決定し、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されています。さて、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの開発にあたっては、日本では、三菱重工業者が主契約者となり機体を担当し、IHI 社が機関部を、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっています。そして、イギリスからは、BAE Systems 社が、全体の統括と機体を、ロールス・ロイス社が機関部を、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当し、チームテンペスト計画そのままでもあります。そもそも、この3カ国による GCAP が決定する前は、F2 戦闘機の後継機には、日本の IHI 社が製造した国産のエンジンを使用するとの見方もありました。それは、日本の次期戦闘機開発の一環として、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや、XF9 エンジンが、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力や、ステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応し得る品質であり、すでに2018年に1機ではあるが、IHI 社が防衛整備省に納入しているからです。そこで製造された、XF9 エンジンは地上での動作確認ではあるが、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録し、世界標準クラスの数値を示しています。この FX9 エンジンは、現在の防衛装備庁と IHI 社が、次期戦闘機開発の一環として2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトは、スリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれました。XF9 エンジンを搭載する戦闘機のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することは大きな目標でした。そして、近年では戦闘機による空対空戦闘は減少しているとは言っても、今回の FX9 の大出力は戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃の回避にとても重要です。こうして出来上がった国産の戦闘機用 FX なインエンジンですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかりそうです。XF9 は戦闘機開発において国産化に向けて一定の成果を上げており、次期戦闘機への搭載に期待されます。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまでに培われた技術がいかに活用されるか注目されます。イギリスのロールス・ロイス社といえば、
イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーです。そのイギリスのロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられます。ロールス・ロイス社が開発する機関部は、著しく電力を消費することに対して、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいます。しかし、そんなロールス・ロイス社の技術力は、アメリカには劣るとはいえ、日本の XF9 エンジン技術よりははるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行していることから、やはり、開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして、IHI 社製の FX9 エンジンですが、小スペース、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ、発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあり、今後、これまでの開発を活かし、実用機での採用を期待したいですね。IHI 社は、2007年7月に社名を変更しましたが、それまでは、石川島播磨重工業株式会社として、江戸末期から160年を超える歴史があり、日本の三大重工業の一角を支えている、代表する企業です。航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機の分野において、ジェットエンジンの製造では、日本国内で 60% のシェアを誇っています。IHI 社がライセンス生産したものには、現在、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあります。また、海上自衛隊が、2013年から運用を開始している P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは IHI 社によって開発され、小燃費、低騒音が特徴で実用化、量産化されています。このエンジンはターボファン形式の高バイパスエンジンとして、民生品にも応用が模索されています。海上自衛隊が運用しているヘリコプター搭載型護衛艦のリズモ型やミサイル護衛艦のマヤ型の建造を手掛けたジャパンマリンユナイテッド株式会社はユニバーサル造船と IHI マリンユナイテッドが合併して誕生しており、もともとは IHI 社の造船部門から派生した企業であり IHI 社の技術力の高さが伺えますね。